Xperia seeks to be a smartphone recognized by esports players who compete around the world. Sony has been co-developing with top esports players Scars, and Xperia has been used in many professional esports tournaments, including the Call of Duty Mobile World Championship. Its high performance has been acknowledged by many players through these events. FPS ゲームで勝つためには常に敵より早く敵の情報を取得し、判断を下す必要があります。勝ち続けることが求められるプロ選手の要望に応え、新しい Xperia ではゲームのための画質作りと音作りに注力して体験を進化させてきました。プロ選手の勝敗を分けるのは一瞬の判断です。敵の動きを素早く認識できるゲーム専用の画質や、一瞬の判断につながる細かな音をしっかりと聞き取れるオーディオ性能が重要になります。Call of Duty Mobile や PUBG Mobile の大会で優秀な成績を収める Scars の選手たちの求める性能のこだわりは非常に強く、共に共同開発を行うことで Xperia でのゲーム体験も加速的に向上していきました。このビデオでは Xperia 1M3 の魅力を実際に開発に携わったエンジニアと選手から紹介します。ゲームで勝つためには視覚的な情報が重要な要素の一つとなります。さまざまな条件で最もプレイしやすく勝ちやすい画質にできるように、ローガンマレーザー、ホワイトバランス、ピクチャーモードの3つの設定を用意しています。 FPS のジャンルでは相手より先に敵を見つけやすくなることが勝ちにつながります。特に暗いシーンにおいては隠れている敵や障害物の視認性が勝敗を左右することがあります。そこで少しでも有利に戦えるよう、暗いシーンを明るく見やすくするローガンマレーザーという機能を新たに搭載しました。ローガンマレーザーを開発する際には単純に全体を明るくするだけではなく、暗い場所と明るい場所を区別して明るさを制御し、反射を見やすくしています。また明るい場所が明るくなりすぎないよう、全体のバランスが崩れないようにしてほしいというプロゲーマーの要望を実現させるために、何度もバランス調整を行い、過度な調整は抑え、共同で試作を重ねて開発を進めました。ホワイトバランス設定では色温度を調整することでプレイする環境に合わせて画質設定ができます。例えば眩しいと感じるときには暖色寄りの設定にすることで眩しさを軽減することができます。ピクチャーモードにはクリエイターの意図した映像を忠実に再現するゲーム画質と、より色鮮やかに表現するスタンダード画質の2種類があります。ユーザーの好みやゲームのジャンルに合わせて切り替えて使うことができます。これらの3つの設定を組み合わせることで、ユーザーに合わせた何通りもの画質設定を提案しています。また画質設定のプリセット機能を持たせることで、お好みの画質設定をゲームやステージごとに切り替えることができるようにしており、ユーザビリティを向上させています。基本性能の部分の向上も継続して行っております。タッチのチューニングについては、正確なタッチを実現するための 240Hz までのセンシングに対応しています。具体的には選手の実際の指の動きを撮影し、ロボットで指の動きを再現しながらチューニングを行っています。Xperia 1M2 の時から、僕たち Scars は協力体制のもと、ゲーム機能向上を行ってきました。今回の Xperia 1M3 も、前回よりさらにいいものに仕上がっております。前回の開発から、特にタッチレスポンスはリアルに表現できるレベルになっていて、例えばディスプレイでエイムを操作するときに遅延がなく画面が反応してくれます。今回はさらなる高いレベルを目指すための機能開発に共同で取り組みました。画質設定はマップごとや大会会場など普段と違う環境に応じて見やすい設定に調整でき、4パターンをすぐ呼び出せるプリセットとして登録しておけます。またキャラ明細がステージの背景と被っている時に見づらいことがあったんですけど、はっきり識別することができるようになりました。僕は色をはっきりさせたいステージと明るさごとにプリセットを決め、変更してプレイしています。これらは僕たちプロゲーマーの能力を引き出してくれる強力なツールの一つになっています。ゲームプレイヤーにとって音は重要な情報の一つです。例えば FPS では足音や銃声などのゲーム音、仲間とコミュニケーションを取るためのボイスチャットは勝利を目指す上で欠かせないものです。そこで Xperia 1M3 ではオーディオイコライザーの機能の追加とボイスチャットの最適化を実現させました。
今回開発したオーディオイコライザーは低遅延で不要な音を抑圧し、必要な音が際立つカスタマイズを可能とします。この機能開発ではイコライゼーションをプレイに影響させずにリアルタイムに反映させるという点で苦労しましたが、オーディオレイテンシー16ミリセック以内という人が知覚できない遅延をキープしながら10バンドプラスマイナス10デシベルの充実のカスタマイズ性を実現させました。カスタマイズの参考になるように一つおすすめのイコライザーを紹介します。これはプロゲーマーと共同開発していく中で見つけた COD モバイルで価値にこだわった設定です。イコライザーを10バンドに分けていることで細かな音の設定ができます。高域や中低域の原因を上げることで足音の音域、低位を際立たせたり、中高域のキャラクターの声や低域の振動音、衝撃音など聞きたい音をかき消すような帯域を抑圧することで敵の位置を把握する助けになってくれると思います。もちろんユーザーが自由にカスタマイズすることも可能なので、ぜひ自分に合った設定を見つけていただきたいなと思います。またボイスチャットに関しても最適化しています。例えばプロゲーマーの試合会場では歓声や雑踏音などさまざまなノイズがあります。発話した声だけでなくノイズも拾ってしまい、仲間にノイジーな音声を伝えてしまいます。これを改善するべくダミー人形やさまざまな環境音を使用し、ボイスチャットの音声をシミュレートすることでインラインマイクとブームマイクの最適なチューニングに取り組みました。特にインラインマイクではブームマイクとは違い、マイクが口元から離れているために、騒音環境下ではノイズだけを抑圧させるのは難しいものでしたが、マイクに対する適切なゲインチューニング、帯域制限、ノイズサプレッションにフォーカスしたチューニングをすることでノイズのない綺麗な音声を実現させました。4番アートの2枚レンズから B3 マイクルか、ナイス、使用されるわ。4番アートの2枚レンズから B3 マイクルか、ナイス、使用されるわ。ゲームで勝つためには足音や銃声を使って索敵することはもちろんなんですが、銃声の種類によって敵が何の武器を使っているのか把握することも必要な技術です。さらにボム設置やグレのピンを抜く音などの小さい音も駆け引きで必要になってくるため、 FPS にとって音は非常に重要な要素となっています。今回の端末に新しく実装されたオーディオイコライザーを使うことによって、必要ない音を極力聞こえないようにできます。そして重要な音のみをピックアップできるようになったため、前と比べて索敵しやすくなりました。単に足音や銃声といってもステージによって低音だったり高音だったりいろいろあります。 Xperia のゲーム開発チームと見つけた COD モバイルに最適な設定を使用すると、音の周波数の高さで敵の位置関係がはっきり分かるようになりました。また相手の武器の種類も聞き分けることで敵の戦術を予測して立ち回ることができます。僕たちもさらに COD モバイルに特化した設定を研究していきたいと思います。COD モバイルだけでなく他のゲームでも参考になると思うので、この設定をもとにぜひ自分なりにカスタマイズしてみてください。競技シーンではコミュニケーションを取りながら戦っていく上で欠かせないもので、仲間から共有される情報は勝敗に大きく影響を与えます。歓声やアナウンスでざわつく会場でも味方の声が正確に聞き取れることは非常に重要な要素となると思います。ボイスチャットマイクの最適化機能を使用することで味方の声がより鮮明に聞き取りやすくなります。 Xperia と共同開発していく中で自分の理想とするゲームデバイスになっていくことにとても感動しました。今後もXperia のゲーム機能が僕たち選手の高いレベルの要求に応え進化してくれることに期待しています。このようにエンジニアと選手が試行錯誤をしながら今回の Xperia を作り上げてきました。 Xperia の目指すゲーム体験は勝つだけではなく、最高の瞬間を記録し共有共感を得ながら楽しむことも重要だと考えています。Xperia 1 Mark 3 では最高の瞬間をより躍動感のあふれる形で記録できるハイフレームレート録画を搭載しました。
COD モバイルなど高いフレームレートに対応したゲームの魅力を最大限に記録することができます。またゲームプレイを録画したことがあるユーザーであれば、一度は不意に訪れた最高の瞬間を記録しておけばよかったと後悔したことがあると思います。そんな後悔が二度となくなる機能が RT レコードです。これは端末の内部に常に30秒前からの映像を記録しておき、撮っておけばよかったと思った瞬間に記録を開始すれば、本来記録できていなかった30秒前の映像に遡り記録することができます。 Xperia 1 Mark 3 は皆さんがゲームに価値、喜びを共有し、心からゲームを楽しめるような機能が凝縮されています。ぜひこの体験を体感してみてください。これからも Xperia のゲーム体験は e スポーツ選手やモバイルゲーマーの要望期待に応えて進化していきます。